こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日は手ぬぐいでマスクを作りたいと思います。用意する材料は手ぬぐいを1つ、あと道具はハサミを使用します。では手ぬぐいを広げます。耳を作る部分を先に作りますので細く2本裂いておきます。1個2個ですね。これを手で裂きます。この2本は耳にかけるようなのでちょっと取っておきまして、今度はマスクをお口の大きさに合わせて、お顔の大きさに合わせて折っていきます。で2つ折りまでしましたら、耳に当てる紐の部分を挟んで3つ折りにします。3つ折りにしましたら、1つの片方をもう1つの中に入れ込みます。でこの紐は長いので、自分の顔の大きさに合わせて結びます。結んでいらないところはカットします。片方も同様に、長さを合わせて手ぬぐいマスクの出来上がりです。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。